よっしゃ。さあということで、あと1枚ですね。頑張っていきましょう。どうだ？うん。どうだ？行こう。でですね、まあ、弱点のない相手と当たる可能性もあるので、ミラクルパンチを覚えたモナはね、入れておきたいんですよね。どうしようかな。とりあえずこんな感じでいきましょうか。じゃあ探索を再開しようか。よし、行きましょう。あれはシャドウ。ジョーカーどうする？でこちらですね。早速固まってますね。いますね。いた、嫌がったぜあいつ。しかし奴の部下もいるぞ。ここを出れば奴らの目の前だ。引き返すのは難しそうだが、どうする？行きましょう。行くぞ。やばいよ。さあでは安定のバフォメット戦ですね。頑張っていきましょうか。マジか、ちょっとずつ残りましたね。パンサーが華麗に回避。まあでもいけるかな。お願いします。よし、ありがとうございます。はい、ね、片付いた。あいつは見ろ、あそこだ。わあ、移動してる。行くぞ。どうすっかな。SP 回復させようかな。悩むな。一応使っときますか。よし、行きましょう。まあさすがにね、正面は難しいよね。あの中にいますね。いたよ。さすがに追い詰めたでしょこれ。行きましょう。行くぞ。お前らしつこいの。そこまでしてわしの弾が取りたいか。どこの組だもんじゃ。組？強敵なあれじゃねえ。処理って、
消してっぽいみたいな。やばい、本物。シドのやつ、裏社会とべったりか。紹介状、お墨付きをもらうにはどうすればいいの？おい、わしゃ忙しいんじゃ。おめごとのもみ消しや愛人家の後始末でな。用があるならいい。さあ、紹介状が欲しい。紹介状渡せ。紹介状売ってくれ。お願いします。紹介状だ。なぜお前らにやらなあかんのじゃ。ですよね。あの、実は入れ墨のデザインを提案しに来ました。入れ墨。彼、絵が上手い画家なんです。どういうことだ。入れ墨のデザインなどする気はないぞ。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる。見せてみろ。嘘なら勝利させてもらうが。ユウスケ描けって。絵は絵だろ。では俺が描くものを決めていいですかね。ダメだ。わしに似合う神々しい鳳を描け。それ以外は認めん。鳳凰好みじゃないんだが。言い訳か。口だけの自称画家がそんなもん吐いて捨てるほどおるわ。口だけではない。どんなものでも書いてみせる。紙と筆を。できた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？語彙がすごいけど。芸術爆発だね。俺にとっての鳳凰はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫り師になれや。スカウト？断る。ならば紹介状は渡せん。俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。鳳凰など到底似合わぬドバトからな。ほんどりゃ、処理じゃ。腹裂いて綿引きずり出すら。結局やんのかよ。さあ、ということで得意シャドウ処理役戦ですね。頑張っていきましょう。門行基さんだね。弱点は確かないです。なのでミラクルパンチでクリティカル狙いが理想かなとは思うんですが、どうでしょうか。強いっすね。ラクンダか。お願いします。いいね。で、たるんだ。そうだな、できればモナに攻撃させたいので乗るかあげようか。そう、ミラクルパンチ。
いいね、いいね。反射して。いいよいいよ。さあどんどん行きましょう。でディアラハン、どうしよっかな。メディラマ打っときますか。一応ね、さあミラクルパンチ。危な、ナイスナイス、いいねいいね。3連続、ちょうど半分ぐらいかなこれで。でタルンダ、お、いいですね。ナイス、双葉ちゃん。フルスさんにしとこうかな。能力上げよう。ミラクルパンチ、大丈夫。いいよいいよ、めちゃめちゃ当たりますね、ハルちゃん。攻撃が当たるんだ。メギドラ、ミラクルパンチ、ちょっとやばいかな。どうすっかな。のこのタイミングでいきましょう。ディアラハンでいいかな。いや、ガードしよう。モナーまで回るので、防御上げて。このターンは回復しましょうか。メディアラハン安全に行きましょう。よし、行きましょう。いけるかな、あげたいんで。おーし、ありがとうございます。強いの小僧ども、気に入った。その気骨見上げたもんじゃ。
よかろう。わしのお墨付きをくれてやる。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。見逃すということか。お前らみたいな強者に入り込まれるとは、この船先は長くあるまいて。大さんじゃ、船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者でな、若いの。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ。ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる。背水の陣よ。負ければ今度こそ俺たちの人生も終わりだろうな。そんなの嫌よね。絶対に勝つ、厳しい戦いだ。借りは返す。勝ちましょう。足りめえだぜ。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど。どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。ついに私の出番来たな。これどうしたの。なんでもない。まあ長いしてまで考えることじゃない。一旦戻ろう。いやー、派手になりそうですね。楽しみですね。揃ったな、紹介状5枚。随分と苦労したが、これで例の扉が開くぞ。お宝いただいてやろうぜ。いよいよか。これで本会議場に向かえば大丈夫と。一応回復していこうかな。よし、行きましょう。久しぶりだね。てめえは！なんでここに？まったく。僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ君は。口数は少ないけど行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃいいライバル同士になれたのかもね。今からでもふざけるな、すでにライバルだ。最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対、心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。
さあ、ということで、ランク9ですね。ありがとうございます。このタイミングで上がるんですね。よし。明智、あんた。ってことは、やっぱり、この後はもう、ストーリーで沿って上がっていくのかな。でも、タラレバの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうして指導なんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。指導か、父親。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさそんな時だ、知っちまったんだよ、認知の異世界ってやつをさ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ、別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う？人殺しと一緒にするな。それがどうした？やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、耳元で囁いてやるんだよ、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。決着をつけよう。死ぬ気はない。できるとでも。そうだな、語り合う言葉はもう必要ない。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、
そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のはお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナー。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。